待ってろよ。
おっさんはこのでっけえ扉の中か。よし。もう逃げ場はないぞ。観念しろ。あ、おっさん。チリュウを倒した時にもこのオーブ。ジャック、よくやってくれた。やめろ、クロス。カリュウを撃てば、世界は。カリュウを討ち取ったぞ。
くそ。見たか、ジャック。人間の勝利はこれで決まった。エルフもゴブリンも妖精どもは皆殺しだ。虫けらのように踏みつぶしてくれる。エアデールをいたぶったようにな。なんだと？てめえ、姉ちゃんに何をした？ははは！威勢がいいのは口先だけか。とっととくたばるがいい。死に損ないが。そこまでだ！おお、カリン王。何？この男が、カリン王？失せろ！さもないと、私が相手をすることになる。よーし！望むところだ！よせ、クロス！ガウェイン殿は強い！今の状況で戦えるような相手ではない！行くしかないと、そういうことだ。わかりました。ジャック、命拾いしたな。ジャック、大丈夫か？しっかりしろ。畜生、おっさんが、俺、助けられなかった。ジャック、こら、しっかりせんか！パーセクが言ったということか。あとは器が。器さえなくなれば。いっ、てくそ、まだ体が思うように動かねえや。クロスの野郎、絶対許さねえ。よくも下流のおっさんを。ダメだ、体を休ませなきゃ。くそ、寝るぞ、眠ってやる。クロス、姉ちゃんに何をした？ジャックの姉、エアデールに対するお前の尋問。いささかやりすぎではないか。彼女は罪人ではないぞ。彼女は反逆者の姉です。情けをかける必要などありません。それに私は、婚約者を誘拐されているのでね。もういい！お前には虫唾が走る。竜殺しの私にそこまで言えるのは、あなただけですよ、将軍。ともかく、エアデールは私の権限で即時解放させる。彼女はもういませんよ。何？我々が下流退治に行っている間に、ネズミが入りましてね。逃しました。では、そのことも含め、お前の行いをラークス様に報告する。いいでしょう。しかし、将軍が告げ口とは恐れいる。殺す！はっ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 は
ハーセク様には言われたが、もはや人間どもは手がつけられん。奴らの凶暴性は増すばかりだ。根絶やしにしなければ。お待ちください、ザイン殿。確かに人間は強欲な生き物です。ですが、それは人間が弱く儚い存在であるからこそ。不死ではない人間は生けるとき、赤子のように全てをつかもうと。ほう、ではそなたは人間を許せというのか。そうは言っていません。ただエルフに欲はないでしょう。強く生きよう、誰かを愛そう、子孫を残そうという欲すらエルフにはありません。我らに欲望など必要ない。そんなものがあるから人間は。どちらが優れているか否かの話ではありません。ではそなたは何を望んでいるのだ。人間の滅亡か、妖精の滅亡か。いずれも望んではいません。ですが、何か引っかかるものを感じて。そもそもアルガンダースの原因も人間にはないのではないかと。なんだと？それは聞き捨てならぬ。兄者を殺したそなたが都合のいいことを言うでないぞ。ザイン殿のお心もお察しします。ですが、今の私にはノゲイラ殿のお気持ちも強く感じられるのです。どう見る？覚悟だろうな。覚悟とな？ハップの意識、古のエルフの意識、人間の意識、そして彼女自身の意識。常人には想像もできないそれらの激しいぶつかり合い。それらをあの小さな体で受け止めている。器という存在に向けてのそれは覚悟だ。器のこと、そなたも気づいていたのか。ああ、リドリーに会った時からな。私はあの子の宿命を最後まで見届ける覚悟だ。ふん、宿命だの覚悟だの、そなたもやはり人間だな。うん。それでお前はどうする？死竜は封じられた。全種族の精鋭をここに集結し、人間どもに総攻撃をかけるつもりだ。そうか、好きにすればいい。ガウェイン、どちらにせよ人間に猶予はないのだよ。竜は全て滅びた。よりどころを失い、妖精どもの士気は低下しているはずだ。この機を逃さず一気呵成に攻め込むぞ。ありったけの兵を集めよ。ですがクロス殿、向こうにはカリン王がいます。ここは慎重に作戦を練って。何を言うか。そのような慎重策に何の意味がある。ここは重大な局面です。万全を期した方がよろしいかと。我が団に臆病者はいらん。出て行け。できる限り多くの兵を集めよ。ロイナ。はい。ですがクロス様、ダイナス将軍の許可は取らなくても構わん。
名ばかりの将軍の発言など誰も気にしない。私こそ竜殺しの英雄なのだからな。おやおや、元気ないですね。え？え？団長！ジャックさん、お久しぶりです。どこ行ってたんですか？心配してたんですよ。それはもういろいろ。でもまずジャックさんには元気になるプレゼントを。姉ちゃん！ジャック！ジャック、こんなにボロボロで。でもよかった、こうしてまた会えて。姉ちゃんこそひどいことされたんじゃないか。私は大丈夫、ガンツさんたちのおかげよ。そうだ、団長、一体どうやって？それはですね。試験に落ちた私はひょんなことから盗賊ギルドのボイドに拾われまして、ここにいるリンカさん、フランさんと行動を共にしていたんですよ。団長が盗賊？似合わねえ。似合う似合わないはともかくですね。まあ頑張って盗賊をやっていました。盗賊は時に情報も盗みます。ある時私はクロス殿のとんでもない秘密を盗んでしまいました。クロスの秘密？ブラッドオークの一件についてです。ブラッドオークってあの時？リドリーさんが死にかけたオークの襲撃、あれもクロス殿が図ったことなんです。なんだって？私はさらにクロス殿のことを調べようとラジアータ城に潜入し、そこでエアデールさんが捕らわれていることを知りました。他ならぬジャックさんの姉上のこと見過ごすわけにはいきません。こうしてお助けしてジャックさんのもとへお連れしたというわけです。団長、本当にありがとう。団長には感謝してもしきれないよ。エアデールさんはリンカさんたちにお任せしてあります。ですからジャックさんは思う存分戦ってください。団長はどうするんですか？私はここに残ります。ジャックさんと一緒に戦う覚悟です。やったー、そう来なくっちゃ。それにここには16年分の思いを伝えなければならない人もいますからね。ガンツ、父上。